カズマックスに100の質問してみた。あざっす。はい、じゃあ YouTuber ですね。ほい。あー YouTuber ですね。ほいじゃない。いやついに来ましたね。なんか YouTuber っぽいことしてますね、はい、今ちょっとあのビットスタースタジオ、あごめんなさい、ビットスターさんのスタジオをお借りして撮影させていただいてるんですけど、ここで質問コーナーを。ちょ、誰ですか誰ですか、あんた。そうですね、あの登録者第1号です。あ第1号です。はい、こんにちは。僕の動画の最初まで出てるんですけど、怒涛のシコラベリアンということで、はい、めちゃくちゃシコい手にするんで、あまた今度の動画にしますんで、はい、よく練習してるんで、そうですね、はい、動画にまた出るからちょいちょい出てます。怒涛のシコラベリアンということで、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はあのスタッフとしてやっていただきます。はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。やっていきましょうではどういう質問をするんですか。じゃあいきます。はい、あなたは誰ですか僕ですか。僕ですか。ごめん、あ俺僕はあの YouTube とテニスをしているものです。名前本名公開しますか。ついに公開した。ついにありきたりの本名ですけど、本名は斉藤和真と申します。確かによろしくお願いします。確かにいそうですね、はい、あだ名は、はい、あだ名ですね。あだ名は、カズマ、あとカズーマ、あとズーマ、ズマ、マックス、カズマックス、マックスに関しては名前じゃないですけどです、はい、誕生日は誕生日、1996年の5月2日までの、26歳です。身長は181センチです。おおです。血液型は血液型 A 型です。ただ A 型なんですけど、周りからは A 型、B 型、AB 型、O 型全部言われます。要は変人ってことです。まあ僕もそう思います。はい右利き左利きどっちですか。あ、利き手は一応右利きなんですけど、生まれた時は左利きだったそうです。一応まあ今は右利きなんです。ただ本当はテニスで感覚いいのは左なんですよ。無理なくワンで打てるんですけど、ただまあそれじゃ勝てないんで一応右でやらせていただきます。はい、です。じゃあ足のサイズはいくつですか。足のサイズ、はい、27.5センチ、ゴールデンサイズです。いいサイズですね、はい。まあ、出身地はどこですか。出身地はあの神奈川県の横浜市出身になります。都会っ子ですね。そうですね、割と、はい、こんにちは自分の中で長所はどこですか。あ、長所ですか。長所は、まあ、人見知りがない、あんまりいないことですかね。逆に短所はどこですか。短所ですか。短所はちょっとこうテニス中にイライラしちゃうっていうところと、最近は結構気が抜けることが多いですかね。子供の頃ハマってたこととかありますか。お、子供の頃、小学生ぐらいですか。そうですね。いや、もちろんポケットモンスター。ああ、まあ世代ですからね、僕たちは。遊戯王。はいはい。遊戯王はすっごい待ってましたね。懐かしいですね。遊戯王はもう、カードショップ行って、たくさん買ってました。はいはい。子供の頃は将来何になりたかったですか。子供頃、将来は、もうごく普通の家庭を築いて普通に暮らしたいと思っちゃう。今丸々です。180度変わってますけどすごい現実的な子供でしたね。普通の生活がしたい、はい、ありきたりな生活がしたいと思いました。なんか習い事とかやってましたよね。習い事は一応いろいろやってて、大まかにサッカー、さ少しほんとにちょっとですけど、サッカーとあと水泳、あと極真空手、おお、空手、まあ、あと塾、はいはいはい、ですかね、4つぐらい、はい、テニスはいつからですか。あ、テニス、はい、テニスは一応中学からあのソフトテニスなんですけど、はいはいはい、そこから始めて、高校から硬式始めて、はい、今やってます。学歴はどうなりますか。なるほど。学歴は幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校。なん
で最後は専門学校。そうですね。専門学校は、名前は出てませんけど、有名な専門学校、テニスの専門学校になります。彼も同じです。同期でした。こんにちは。はい。どうも。お願いします。じゃあ趣味は何ですか。あ、趣味。はい、趣味は、前以前まではスニーカーだったんですけど、はいはい、ちょっと今そんな余裕はなく、金銭的な余裕で買えなくて。はいはい、今だとあのタピオカ屋さんで、タピオカ屋さんでタピオカ買って、あの一人で編集するっていうのが寂しい趣味ですけど、楽しみになってます。特技は何ですか。お、特技ですか、はい、ない好きな音楽のジャンルは。お、ジャンル、ジャンル、まあ、ジャンルは邦ロック系が好きですね。邦ロックが好きで、はいはいはい、ウーバーワールドとか、はいはい、系系です。そうですね、結構ジャンルは幅広なんですけど、うん、ボール系が最近流行ってます。カラオケでよく歌う曲は。カラオケ、あ、でも最近で言ったら、あのウーバーワールドのエクボっていう曲、うん、PV めちゃくちゃいいんですけど、はい、あれ歌ってますね。一番得意な曲は。一番得意な曲は3代目 J.S.O.L. ブラザーズの Best Friend Girl。 それがあの得意ですね。確かに上手かったと思います。 Best Friend Girl が一番発音からにじみ出てますね好きな俳優は。お、これはもうみんなが言ってるんですけど、竹内涼真。逆に女優の方は、女性の方は。これみんな言ってるんですけど、有村架純。あ、これね、ずっと言ってますね。ずっと言ってますね。専門時代から。じゃあテニスで好きな選手は、一番好きなプレイヤーは。なるほど。それはもう、テニス界で生きる伝説、伝説プレイヤーですね。全然関係ないですけど、得意な料理とかありますか。得意料理。料理。あります、あります。男飯のチャーハン。おー。男飯のオムライスですね。いいですね。オムライスは結構、他の某テニス YouTuber に食べてたんですけど、結構やばいって、はいはい、結構うまいうまい食べてくれて。免許は持ってますか。免許持ってます。おお、なんとゴールド免許です。素晴らしい。車持ってないですけどいつもタイムズカーシェアさんにお世話になってます。アニメとか見ますか。テレビは見ますね。今は見るとしたらワンピースとかはやっぱり最高ですね。あとは、まあ、鬼滅の刃もそうだし、ジュース回線とか、ああいうのアニメは見てます、はい、ジャンプヒーロー系ですね。そうですね、ドラゴンボールも、はい、見てます。ゲームはやりますか。ゲームはあんまりやらないんですけど、うん、今やってるのだと、ドラゴンボールのドッカンバトル。はいはいはい。まあ、ログインしてるだけなんですけど、ゲームはあんまりやらないですね。はいはい、以前、そのコロナの自粛期間中は、荒野行動にずっと合わせて、こういう中も何か登録してくれるんですけど、はいはい、結構やってました。今は絶対ロビーです。朝方と夜方だったらどっちですか。どっちかというと夜方ですね。ご飯派ですか、パン派ですか。ご飯派。うどんですか、そば派ですか。うどん。うどん。ポジティブですか、ネガティブですか。あ、これね、結構ね、難しいんだけど、自分はポジティブと思ったんだけど、なんか最近ネガティブだから。ただポジティブでいきましょう。ポジティブ。可愛いか綺麗だったら。ああ、これ難しいな。可愛い。可愛いよ。ロリコンじゃないですよ。じゃあ素直か頑固だったら。頑固。マジ頑固ですね。頑固ちゃんです。はい、突っ込みますかボケますか。いやー、これどっちもなんだよな。人によります。はい、結構。まあ、ボケ派かな。まあ、ボケのイメージはあります、ね。どっちかというと。うん、おとなしいか騒がしいか。いやー、僕も騒がしいですね。もう一択ですね、これは。こんな感じです。じゃあ S か M で。来ましたね。ちょっとこうディープな話。ちょっとこっち系ですね。S です。ありがとうございます。斉藤ですからね。そうそう。斉藤だけです。斉藤だけに。お家で遊ぶ派ですか、それとも外で出かけたい派ですか。外で出かけます。無口かおしゃべりか。これは聞かなくてもって感じですけどね。ああ、これは友達といると結構、ああ、どうだろう、おしゃべりかな。ここまでいろいろ聞いてきたんですけど、はい、まあテニスのね、YouTuber なんで、はい、まあ、テニス系の質問もやっぱりちょっとしないとなっていうことで、はい、ちょっとテニス系に行きましょう。お願いします。ラケットは何を使ってますか。なるほど。
ラゲットこのダンロップの SX300 を使ってます。いいですね、ダンロップは。もう最高ですね。ダンロップはです。彼もダンロップです。彼は SX300II を使ってるので、はい、僕は300を使用させていただきます。グリップは何ですか？グリップはキモニーです。キモニーさんにはかなりお世話になってますね。かなりお世話になってます。ストリング、ガットですね。は何を使ってますか？ストリングはソリンコというメーカーを使ってて、ソリンコのコンフィデンシャルっていうガットを使ってます。ゲージは125で。テニス系のブランドで好きなブランドはありますか？テニス系のブランドで、全体で言うと、まあ好きなブランドはやっぱナイキですよね。やっぱかっこいいですよね。全然ナイキ感ないですけど、ナイキは大好きです。ナイキですね。そんなおすすめのダンロップですけど、どこがおすすめですか？なるほど。ダンロップのおすすめで言うと、やっぱりこうラケットの種類もシンプルで、うん、デザインもかなりこうシンプルめのデザインで、まあ、ラケットによってこう各プレイヤー向けのラケットがありまして、そのジャンルは3種類でスピン系、コントロール系、パワー系だったりこう区分されてるんで、かなり分かりやすくて購入しやすいラケットだと思って、うん、ダンロップさんもじゃあガットのソリンコさん、あもうソリンコさんはもう言うまでもないですねとにかく最高。前までハイパー G と緑のガットを使ってたんですけど、はい、このコンビネーション新しいガット出たらこれにして、でもとにかくフィーリングがいいですね、はい、あとスピンとあの回転もめちゃくちゃいいし、でもこれがやっぱ一番いいですよ、ガットの中では。素晴らしいですね。それぐらいの最高のガットなんで、皆さんぜひ使ってください。試してみましょう。ちなみにスポンサーっていう形はあるんですか？形としてはないんですけど、まあ、サポートって感じはあるんですけど、まあ、このキモニー、ソリンコと、まあ、あとうちのコーチの、サークルのハチドリテニスっていうやつですけど、ウェアをちょっと提供していただいたけど、すごい独特のマークですけどこれと、あとはないですね、うん、得意なショットは、得意なショット、バックハンド、バックハンド、ダウンザラインです、はい、参考にしているプレーの選手はいますか？なるほど。外テニス上がりなんで、バックハンド、錦織圭選手のバックハンドをすっごい見て真似してめちゃくちゃ打ってましたね、はい、まあ錦織圭選手、錦織圭選手です。なるほど。シコラーですか、バコラーですか？なんと多分シコラーです自分ではバコラーでありたいんですけど、なかなかそういうわけでもなく、結構どっちも分類しないですね時にはバカラ、時にはシコラって感じです。オールマイティーということで、別の意味のオールランダーみたいな今までの戦績とか、ね、まあ、学生の時ですかね、学生の時とかの戦績とかはありますか？戦績ですか、はい、戦績は、まあ、一応プロフィール上の戦績って書いてるんですけど、まあ、戦績で言うと、まあ、中学校時代ソフトテニスなんで、まあ、全然弱くて書けないんですけど、高校時代は公立高校通ってて、でダブルスで神奈川県の本戦に出たぐらいですかね。あとは専門学校時代は、まあ、一応専門学校の部分で全国大会出場っていう感じで、出させていただきましたって感じです。ここまでテニスに打ち込むきっかけって何かありましたか？きっかけですか、周りを見返したいっていうのもあったし、あと当時ちょっと振られて、でそれで俺にはテニスしかねえって思って、でそれでもうテニスめちゃくちゃ打ち込んでやりました。それがきっかけです。大まかに。ドラマっぽいですね。すごい。テニスは好きですか？テニス好きですか？テニスは好きです。名前の通りです。ちょっと変えたいですけどね、恥ずかしくて。じゃあ逆にテニスのそのなんかちょっと嫌なところというか、まあ、難しいなと思うところとかはありますか？ああ、やっぱ実力社会なんで、どうしてもやっぱ勝てないところ。はいはいはい。でやっぱ上には上がいるんですけど、まあ、それを言ったらキリがないんでありますけど、まあやっぱりなんだろう、運動連鎖のスポーツなんで難しいですよね。はいはい、特にフォアハンド、はいはい、結構バグりやすいんで、はいはい、僕以外も全員みんな
そうですね、一番こう融通が効くショットなんで、かなりバグりやすいショットなんで、フォアハンドとかそういうショットの、あの打ち方とか、あと戦術面とか、いろいろ頭も使わないといけないし、体も使わないといけないし、全身運動なんで、まあ、かなり難しい。そうですね、まあ、そういう難しい面もいっぱいあると思うんですけど、まあ、そういうのを含めて、まあ、やめたいって思ったことありますか、テニス。いや、やったことがありますね。あ、最近ありましたね。はいはいはい、最近というか、まあ、ここに1、2年後ありましたね。メンタルが結構落ちちゃって、はいはいはい、結構ネガティブになっちゃって、まあ、それあったんですけど、まあ、モチベーションをどうにか持ち直してやってるって感じで、結構もうずっと負けてるんで、負けっぱなしのテニス人生なんで自分では、ま、負けたくないって気持ちでやってるんですけど、どうしても負けちゃう現実なんで、まあ、どうにかしますそれしかないです。動画を見てる方はあれだと思うんですけど、なんかイップスっていう噂がちょっとあるんじゃないのかなっていうんですけど、実際はどうなのかなと思います。なるほど、はい、そうですね、単刀直入に言うとイップスです。イップスです。みんなにすごいいじられてたんですよ、学生時代。そうですねまあこう本当にギャグというか、ね、ネタっぽく僕らも言ってたんですけど、その本当の本当のマジなイップスな人にイップスと言われたんではいはいはいそうですね、自分ではまあ認めなかったんですけど、まあ以前動画見てくれてる方がいて、で連絡いただいて、で治療みたいな行ったら、まあやっぱイプスっていうふうに受けて、まあ自分でも認めちゃった方がいいなと思って、認めて今に至りますね。はいはい、なんとか試行錯誤してるんですけど、まあ、前よりは良くなったなと思いますね。はいはいはい、もう本当専門時代もう全然振れなかったんで、結構打点でここから分からなくなっちゃったりとか、ここから真上に振っちゃったりとか、今でもあるんですけど、って感じですね。そうですね、まあ、イップスイップスばっかりやってみたら結構言い訳みたいになっちゃうまあ結構辛いですけどね、はいはいはい、自分個人的には、まあなんとかしますストレスの発散方法は何ですか？ストレス発散方法か、全力で歌う歌うことですかね。お酒は飲みますか？お酒あんま飲まないですよね、うん、ただまあ嫌いではないですけど、飲むの全然好きなんですけど、あんま一人で食べるのあんまりしないです、好んで飲みに行ったりしないです。強いですか？弱いですか？外と中で違うんですけど、外はめちゃくちゃ強いです、中はあんま強くないです安心したんで。確かに確かに。前からどんな人って言われますか？どんな人ですか僕はまあどんな人、どうだろう、まあ、とりあえず明るい、うん、声でかい、声でかい、松岡修造、修造、サンシャイン池崎、ああ池崎、いろいろ言われます最近ハマってること。ハマってることないないもうずっとテニスですかね、まあ、行ってみたい場所とかありますか？旅行とか、まあそう、じゃあ国内でまずは行ってみたい場所は国内あんまないですね。あ、海外だったら、海外はやっぱりアメリカ、アメリカ、はいはい、行きたいですね。アメリカとかスペインとか、うん、テニスちょっと行ってみたいですね。似てるって言われるテニス選手いますか？ああ、なるほど、うん、学生時代は錦織圭選手に似てるって言われたことはちょくちょくありますね。今は危ないですけど芸能人はいますか？似てるって言われる芸能人だと、さっき言ったサンシャイン池崎、はいはい、サンシャイン池崎に似てるって言われてあとはサンシャイン池崎と、サンシャイン池崎10年後の自分に言いたいこととかありますか？あ、10年後の自分、10年後にってことは36歳か、10年後か、やれ。逆に10年前だったら、10年前、まあ、だから高校生ぐらいですかね、僕らだと。トレーニングしろ。挑戦してみたいなってことはありますか？テニスだとやっぱり海外修行をしてみたいですね、お金があれば。テニス以外だとインフルエンサーになってきてですね、求めれること自体はあんま苦じゃない、うん、インフルエンサーしてます。やっぱバズるしかないですねバズらせてください好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はラーメン、ラーメン、チャーハン、チャーハン、
焼き鳥、餃子じゃない、バーベキュー、あ、じゃあ、肉です。はい、じゃ嫌いな食べ物は、嫌いな食べ物はお刺身があんま好きじゃなくて、ちょっと苦い角度があって。なるほど、ね、お刺身と、まあ、嫌いって苦手ですかね。 あと海鮮系、その生もの、牡蠣とか貝類、魚介類、焼きは食べるんですけど、生ものはちょっと厳しいですね。食べれなくはないけどってことですね。そうですね、うん、なるほど。焼けば炙ればどれか食べます。好きな色は緑。嫌いな色はない。なしということで、ないです。はい、季節は何が一番好きですか？もうもちろん夏です。大好きです。真夏の灼熱地獄の中でテニスするの大好きです。じゃあ嫌いなのは冬です。あ、もう冬は好きじゃないですね。はい、体ガチガチになるし、はい、寒いし。そうですね、はい、平均の睡眠時間は、あ、これも全然寝れてなくて6時間、6時間も寝れてないかもしれないですよ。自分の嫌いなところが逆に、嫌いなところは時にダラダラしてしまうところですかね。あんまないですけど、ダラダラしちゃうところが嫌いですね。ピシッとしろっていう感じですね。今の住まいはどこですか？お、今の住まい、うん、神奈川県横浜市です。うん、じゃ逆にどっか将来住みたいなってこととかありますか？あ、でも結構横浜好きなんで、うん、横浜でいいですね。あ、だからテニスやめるってなったら、まあ、ちょっと南国行きたいんで沖縄とか、あ、そっち系、まあ、ちょっと都会離れたいですね。はいはい、YouTube はよく見ますか？めっちゃ見ます。YouTube めっちゃ見ます。好きな YouTuber は？好きな YouTuber は、スカイピース、うん、第二グループ、アイルトン、モカ、あとは、まあ、モカに3人。結構チャンネル登録してるんですけど、はいはい、スカイピースは一番好きです。1日にどれくらい YouTube 見ますか？何時間見るかな、2、3時間見るかな。はいはいはい。YouTuber って大変だなと思うことがありますか？いやー、そうですね、編集ですね、やっぱ。あ、いや、すごいですね、その本家の YouTuber とかはすごいあんな編集コントやってるんで。はいはいはい。まあ、テニスの YouTube で出してますけど、テニスの YouTube のこう編集も大変なので、あのテロップいっぱいつけて、はいはい、効果もつけて、すごいですね、とにかく。確か寝れないなっていう感じがしますね。はいはい、やってみて。やる前と今やってみて、なんかこう、イメージ変わったこととかありますか、YouTube で。ああ、でも、YouTuber のイメージ変わりましたね。だいぶ。いや、大変なんだなっていう。結構、最初は割と楽なのかなと思ったんですけど、はい、実際やってみると、もうすっごい大変ですね。あんな簡単な演習でも結構2、3時間かかっちゃうんで、それにちゃんと YouTube でこうテロップつけたり、サンプルつけたり、BGM つけたり、カットしたり、ドアップしたりっていろいろやってると相当時間かかるんで、はいはいはい、大物 YouTube は相当すごいなっていうのは実感で、そこは変わりましたね、 YouTube に対して、はいはい、です。